こんにちは、ゴンと申します。今現在、ハイナンチキンライス炊き込み中、ケイジャンチキン漬け込み中でございますどんどんもう、取ってきます。ハメ撮りを隠さないスタイルで行こうと思ってるんで。で、本日3つ目のメニューはこちらです。ポキ。これも、ていうか全部僕が作ってるのはカルディで仕入れてきてるんで、カルディハワイでね、有名なアヒポキとかのポキです。アヒっていうのが確かマグロっていう意味だったと思うんですけどね。だからポキのタレ、これにマグロでラッってやったらアヒポキみたいな。アヒポキはね、ハワイ行った時しか食べたことはないから。コストコなんか売ってませんね、アヒポキ。ちょっと食べたことないんですけど、コストコのやつ。アヒポキはなんか醤油漬けっていうのかな。説明がちゃんと裏に載ってました。ハワイのローカルフードポッキは、マグロやサーモンなどの刺身を玉ねぎと醤油であえたお料理です。ポキとはハワイ語でスライスする、みじん切りにするという意味があります。マグロ、タコ、イカなど好きな具材でお楽しみください。まあこれも正直あえるだけなんでめちゃくちゃ楽なんですけど、作り方こちらに書いてある通りに作っていきます。ポッキはまあハワイ行ったら多分皆さん食べるようなものやと思うんですけど、めちゃくちゃ有名なんでね。僕もハワイ行った時食べて、もうそれ動画に上げてますけど、美味しかったんで、あそこポケボックスやったかな。なんかね、これがね、ポキなのかポケなのかね、最近なんかポケ派が出てるっぽくて、どうやらどっちやねんっていう話なんですけど、まあこれはポキって書いてあるんで、ポキのタレって書いてあるんで、これは今日はポキでいきたいと思います。で、今日なんですけど、まあマグロやったらアヒポキなんですけど、マグロだけじゃなくてもいいので、ちょっと今日はね、マグロとサーモンを買ってきました。僕サーモンが好きなんで、このサーモンちょっとマグロがなんかポキにできそうなちょうどいいのがなかったんで、もう切り落としのマグロ買ってきました。美味しそうでしょ。作り方、マグロ 200g を用意すると、ボウルに一口大に切ったマグロを入れ、天ぷらのタレをつけて和えます。器に盛って完成。2秒出てきます。つけていきましょう。で、なんでまず形、これアボカドも買ってきたんで、このもう写真の通りなんですけど、アボカドも切っていきます。じゃあまずサーモンから切っていこうかな。こいつに入れていきます、切ったやつ。じゃあまずサーモンからいきましょう。ポキに入ってる魚というか、そのマグロとかって正方形っぽいイメージがあるんで、そんな感じで切っていきます。こんなに、でも 200g って書いてあったんで、これ何 g？ これ200、300g ある、このサーモンこれぐらいでんか。じゃあマグロと足して200にせなあかんので、なんでこんなもんか、少なんないか。これをじゃあまた、こんなもんかな。これでで、次はマグロですね。よいしょ。マグロも 50g ぐらいにしたいので、このもんか。これを切っていきますと、で、次アボカドこれも切っていきましょう。くるんとね、でね、で、これをね、こうやっていって、こうやっていくのが上手い人のはず。
で、そんないらんよな、多分これ1個ぐらいでいいかな。皮を剥いていかないと。アボカドってなんか料理によって美味しい時と美味しくない時の差が激しい食材ランキング1位なんですよね。なんですかね、冷たさとか、ね、こんな感じかな。で、アボカドイン、でかいかな。最後じゃあ玉ねぎ切りましょう。じゃ最後玉ねぎですね。でも多分そんなっていうか全然多分いらないんでしょうね、これ。いや本当にスライスっていうか、スライス。こんな太いか。ちょっとわかんない。真ん中くらいは切るやろ。こういうことやな。ここを使いましょう。薄くで食感だけっていう感じですね。で、これを入れます。よいしょ。こんな感じで結構もう美味しそうやな。これだけでも美味しそうな感じになりました、ね、ここにこいつですね。ようやく工場これ中のタレだけなんでね。2個入ってる。うわ、気づかんかった。1人前2枚入り。そうなん。で、2個。あ、そう。なるほどですね。じゃあ3も増やそう。ちょっと2袋使いますわ。これも増やそう。じゃあこれカットしたんで、このポキのタレを混ぜていきたいと思います。お、玉ねぎ入ってます。刻み玉ねぎ入ってますね。で、これを和えます。玉ねぎたちがつって絆が強すぎる。引き剥がすのとこつ。こんな感じかな。うまそうじゃないか、これ。これうまそうやぞ。ちょっとこれ器に持ってきます。器不足問題がちょっとすごすぎて、ちょっとムーミンの器に入れます。移していきましょう。ここでね、この上にちょっとごまなんか振りかけちゃって、ここにちょっとごまをパラパラっと。いいね。完成。うまそう。ちょっとムーミン気になる。あ、いい感じ。これうまそう。まずじゃあサーモンから。これうまそう。うんうん、おいしい。まあ、ちょっと甘い醤油ダレみたいな感じかな。なんかご飯が進むっていうよりはお酒が進むっていう感じの味付けやね。
や、でも美味しいですね。辛いの好きなんで、なんか個人的にはもうちょっと辛い系のなんか足したくなりますけど、でもこれはこれですごい美味しいです。もう見た目が美味しいもんだ、これ。いや、うまっ見た目うまっ。これちょっともう右肩がなくなってますけど、ポキのタレ、まあ大体これでも100円ぐらいなんですけど、100円か200円か。これもこれまあ手軽なんでね、何も調理必要ないんで、あえるだけなんで、もしアヒポキ好きな方いらっしゃったらやってみてはいかがでしょうか。この玉ねぎがうまいですね。玉ねぎのシャリシャリって食感がいい感じのアクセントになってます。玉ねぎは必須な気しますね。美味しかったんで、ぜひ食べてみてください。食べてみてください。作ってみてください。